今日はキュアアンジュとリカちゃんが私のヘアアレンジをしてくれるんだって。二人ともよろしくね。任せて、ミサキちゃん。とびっきり可愛く仕上げちゃうよ。今日のヘアアレンジに使っていく道具はこれらです。まずはミサキちゃんをここにお座りさせて。楽しみだな。まずはミストでミサキちゃんのお髪を濡らしていくよ。こんな風にまんべんなくお髪にお水をかけたら、このとっても可愛い櫛でお髪を溶かしていくよ。髪を溶かしたら、このワッフルメーカーを使ってみよう。ワッフルメーカーでみさきちゃんのお髪をぎゅーって挟んで15秒間ぐらい待つと、こんな風にウェーブの跡がつくよ。ここもギューって押さえて、バッて離してウェーブ、ギュー、あ、うわー、きれい、ギュー、ウェーブのとっても素敵な髪型の出来上がり。お姫様みたいだね。次はこのカーラーを使ってみるよ。ウェーブしたお髪を櫛で溶かして元に戻していくよ。元に戻したら、お髪をこれくらいの束取って、そしてこんな風に挟みます。毛先をしっかりと挟んだら、くるくるくるっとカーラーで巻いていくよ。くるくる巻いて、15秒ぐらい経ったら、クリップからそーっと髪の毛を外していくと、うわぁ、素敵なカールの出来上がり。こっちの髪もこれくらいの束を取って、クリップ止めて、くる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 、15秒ぐらい経ってクリップから外してそーっと抜くと、ゴージャスな縦巻きカールの出来上がり。くるくる巻いたところにこのクリップを留めると、とってもおしゃれ。反対側もクリップで留めて、こんなヘアアレンジも素敵だよね。あとはこのヘアクリップを外して、一
旦髪をきれいに溶かして、もう一度ミストをシュッシュッとかけて、そしてこのリボンの形のヘアクリップをこんな風に留めて、リボンと髪の毛も一緒にカーラーのクリップに留めて、くるくるくるっとカールすれば、とてもおしゃれなリボンと一緒のカールヘアアレンジの出来上がり。髪を整えて、素敵。うわー、キュアンジとリカちゃん、素敵なヘアスタイルにしてくれてありがとう。くるくるっとカールしたお髪、それからリボンと一緒に、とっても素敵なヘアスタイル、私すっごく気に入っちゃった。みさきちゃん、すっごくよく似合ってるよ。本当に素敵。動画を見てるみんなは私のヘアスタイル気に入ってくれたかな？気に入ってくれたお友達はいいねボタン押してくれると嬉しいな。みさきちゃん可愛いっていうコメントくれると私すっごく嬉しくなっちゃう。コメントお待ちしてるね。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。